弘前東照宮は、青森県弘前市、笹森城に鎮座する神社である。旧建者。法人名は、東照宮。徳川家康公と天照公大三河を祀る。前者は、東照大権現とも号す、徳川家康の信号である。弘前藩、第二大藩主の津軽信平が天貝を通じて幕府に、日光東照宮から、 東初大権現の心霊を迎えることを願いで、玄奈三年に、広崎城天守の傍らに、東初大権現を勘定したことに、はじめまるが、この勘定は、五三屋をはじめとする徳川家一門や他藩に、先行する最初の東初宮の勘定であり、信平の性質で祭人のよその後勘営元年に、広崎城の北東に位置する現在地に遷座され、同五年に社殿を造営。 天台州東昇院を別当と定めるとともに、同院の死院六房を社僧にし、また別に、神職に矢を排して、祭主を司らしめた。津軽一等氏によれば、薬王院に二百国、社僧と神職には、各十五国が救され、その神事は存命中は、満天姫がこれを差配したが、官営十五年の姫没後は別当たる、薬王院が干渉することとなった。なお、 天那三年の時点で、薬王院のシーンは六房から十二房に増加し、神職はネギ三名であったが、この時期に、別当、社僧と神職による体制がほぼ固まったようである。宗師以来藩直轄の神社とされて、藩主も、たびたび社参すると尊敬され、明和二年四月には、東照宮150年期が採用されたほか、文政元年には、拝殿が混流され、第九代藩主、 名誉屋の時代には、社殿の改築が行われている。明治初年に、廃祠とされそうになったが、明治3年に、住民の希望で、神仏判然令により、別当薬王院と分離しつつ復興され、同12年に、合社列格、翌々14年11月に、県社に昇格した。なお、薬王院は、明治5年に廃寺となったが、同10年に、東宮の隣に再建された。 戦後の昭和21年に神社本庁に参加する宗教法人となった。平成になると境内で運営していた結婚式場への課題投資等が原因で経営難に陥り、平成19年に宗教活動を停止、翌20年には文化財指定の本殿を除く境内や建物を競売にかけてしのいでいたものの、債務整理が進まなかったために、同24年に、 青森地方裁判所広崎支部から破産手続き開始の決定を受け、唯一所有していた本殿無競売等により売却される見通しであるという。ちなみに、法人格を有する神社としては、平成15年の伊勢山高大神宮に続くに、例目の破産という。平成27年本殿は、国の重要文化財のため、広崎市が習得し、政教分離の理由からに古祭神は、 黒い市にある黒い神社へ移された。本殿は素木造型三軒の入りもや作り妻入りで、正面に軒き刀破布付き刀紙一軒の後輩をつけ、三社と後輩刀、エビ工領でつなぐ。屋根は武器。三社は正面三軒に三カラトを取り付けて、他の三面は板壁とし、刺繍に羽根甲欄付き幅広のクレーンを巡らす。また柱の長部は、 地巻や台輪をふさずに頭抜きを通し、のきしりん付きのサントで出桁を受ける、と、和洋を、主とする造作となっている。しゃ内部は、内陣と外陣に区切られ、内陣には、各天井を張って、缶座を一段高く構えた板畳み状に安置し、その前方床は黒漆し塗りの板張りとする。 寛永5年の創始当時の建物で、華麗な装飾が特徴の全国東照宮の中では素木造である。上に彫刻や金具をほとんど用いない簡素な作りとなっているが、細部に施された彫刻や、ミシャの構造に桃山時代の建築技術が活かされ、県内の神社建築中屈指のものとされ、昭和28年には国の重要文化財に指定された。 配電はケタユキゴ県ハリマ3県の入りもやづくり、タイり。ありがとうございます。